まあ仕方ないといえば仕方ないんですけどね。はい、ということで牛蜜和子トークということで、コテハンバーグさんいらっしゃいませ。そう言われてみれば虹って牛蜜時ですもんね。まあこちら作品ね、ホラーゲームじゃないんですが、非常に雰囲気がいいゲームなんでね、いやこの時間帯に放送するのがね一番いいのかななんて思いました。今日ね朝放送したんですけどね、まあその時はちょっとねまだ朝だったんでね。そうですね、一応ね多分、タグの方にも付けさせていただいておりますが、パソコンゲームでございます。そしてスチームのゲームですね。本当にねつい最近あの発売開始したばかりの作品なんですが、将来的にはねなんかどうやらプレステ4とかプレステ3の、プレイステーションネットワークプラスっていう会員になっている方ですね、はフリートゥープレイって言ってね無料でできるゲームとしてね、どうやら配布されるようですよ。あ、そうなんですね。皆さん意外と住んでるところ今どれぐらいの寒さなんだろう。私ですか。私はねグリーンカレーが意外と好きですね。まあもしあの家じゃないね場所でもしご飯としてカレーを食べるんだったらね、グリーンカレーが美味しい店なんかを探しますけどね。でも結局何でも好きかもしれませんね、カレーだったらね、うん、犬が凍る程度の寒さって本気で言ってるんですか。大丈夫ですか。ちょっと心配になっちゃいますね。ちゃんちゃんこ着ないといけないって相当寒いんじゃないかな。まあ皆さんもそろそろ皆さん衣替えね済んでしまったんじゃないでしょうかね。まあ家なんかじゃ多分こたつなんか出してる方もいらっしゃるみたいですね。ツイッターの方でいろいろのね、いろんな人のつぶやき見てたらどうやらなんかなんていうんですか、ストーブなんかをね出してる方もいらっしゃるみたいですね、うん、はい。そしてツイッチの方ねいらっしゃいませ。あ、シールバニアルアグリーさんいらっしゃいませ。アルバニアということで、ね、いらっしゃいませ。アルバニアの方はねまた来ていただきました、ありがとうございます。そうですね、ツイッチのね海外の方です。一応ね多分まあタイトルにも書いてあるんでわかると思うんですが、一応ね英語で挨拶した方がいいんですよね。はい、和骨って面白そうですね。そうなんですよ。21番さんいらっしゃいませ。よくねご存知ですね。パズル要素がね結構多いんでね、皆さんでこう考えながらねクリアしていけれたらなと思ってるんですが、うん、アルバニアン街だって笑。あ、アルバニアン街、アルバニアンガサイ、あ、ザ・アルバニアンガイって読むんですね。わかりました。ザ・アルバニアンガイさんいらっしゃいませ。ね、グッドナイトじゃないですね。グッドナイトだったらおやすみってなっちゃいますからね。夜ってどうやって挨拶すればいいんでしょうね。はい、ということで、ということでね、監督の曲を枕にして眠りたいさんいらっしゃいませ。これ何か打とうとして、あで止まっちゃった感じですか。シルバニアファミリーじゃなくてアルバニアンガイですね。はい。それ打とうとしてあのところで間違ってエンターボタンを押してコメント流れちゃったパターンじゃないですか。恥ずかしいですよそういうのね。すべて私にはねお見通しでした。さてまあもう少し待とうかなと思うんですが、今日これぐらいしか人来ないんですかね。まあちょっとタバコ吸いながらゆっくり待ちましょう。アルバニアンガイさんは、コントラストのこと知ってるんでしょうかね。ちょっと聞いてみましょうかね、うん。Do you know contrast on Steam game? Do you know? トークで間をつないでください。わかりましたよ。まあいろいろね皆さんにね聞きながらね、配信をしていきましょうかね今日もね。そういえばね、うちの放送にまあ最近あの入られた方、コミュニティ参加された方ね、ホモ、まあ呼んできても全然いいですけど、あんまりホモの方来てもどうしようもないんですけどね、私は何かをねすることができるわけじゃないんでね、うん、まあなんていうんですかね、こちらのね今映ってる、私一応左の方でね、ハットをかぶってるのは私なんですけど、あ、どうやらアルバニアンガイさんはこちらのゲーム知らないんですね。This game is very very interesting. I 注目してた。注目ってなんて言うんだ。わかんないな。まあ、This game is なんて言えばいいんだ。パズル要素ってなんて言うんだ。アクションゲーム。うん。and パズルゲーム and
よくわからん、ちょっと説明が難しい。 Sorry I cannot explain this game、but、this game is action game。 おし、これで多分通じたはずです。難しいですね、やっぱしね、海外の方と絡むことあんまりないんでね、うん、さて、まあこのゲーム今ね、あのダメですよ、そんなこと言っちゃダメですね。あのこちらのね、あの作品、いや今ね、映ってる画面に映ってるメンバーのキャラクターの方々のね名前、皆さんわかりますか、うん、うちのねコミュニティにね昔からね、いる方はね多分わかると思うんですけどね、ダメです、そういうこと言っちゃダメです。うん、皆さんわかりますか、ちょっと皆さんちょっと言ってみてください。花ほじということでね、花ほじながらのご来場いつもありがとうございます。34番さんいらっしゃいます。あ、 I will watch 早く見たいよって言ってる方もいらっしゃるみたいなんでね、ちょっとねもう少ししたらね、本編の始めていこうかなと思うんですが、うちのコミュニティにね参加してる方は知って、トラックはそれ見たまんまですからね、そんなの余裕ですよ、うん、まあ一応ね左から順に行くと、まずね47さんがいます。実は47さんいます。でその横にいるのが私監督、その隣にいるのが、いや言いませんよ、ここにいるのがルイさんですね、テレビの横にいるのがね。で、その横にあるのがトラックで、後ろがねテレビに映ってるのがコントラストのキャラクターですよね。で右側行きましょう、でゼルダさんがいまして、ゼルダじゃなくてこれリンクさんですね、間違えました。エヴァはいませんよ、どこにいるんですか。で、小玉いるじゃん、小玉いません、ちょっと何見てるんですか皆さん。I want to... な何言ってるんですか。いや違います、これね実は隠れてるんですね47さんね。でその横にいるのがスネークさんで、右端ね誰だろうって言ってる方いましたが、もちろん藤宮さんですね。皆さん藤宮さん忘れちゃったんですか。ちょっと確かにね、実際のゲーム画面で見る藤宮さんよりもちょっとイラストの感じが違うんですけどね。麻生さんいません、ちょっと何違う放送見てるのかみんな。さて、そろそろさすがにゲーム始めないと怒られそうなんでね、そろそろ始めていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。ではね、Let's play this game。 This game name is Contrast、 Contrast is、Contrast の、イメージは、何だったっけ、シャドウとライト、シャドウ&ライトっていうのがね副題みたいですよ。ではよろしくお願いします。よし、ゲームスタート。OK。ちょ。さて、じゃあ始めていきましょう。こんばんは。うん、こんばんは。ちょっと今、皆さんと挨拶し終わったから、来るんですからね、皆さんね。まあいいでしょう。ということで、運水さんいらっしゃいませ。レッツゴーということで、49番さんもいらっしゃいませ。監督、今日この画像作ってたんでしょ？いや、そうですよ。10時から12時の、あ、12時からね、2時の間にね、作ってました。一生懸命作ってましたよ。さて、じゃあ行きましょうかね。画面、あ、本当だ、画面画面切り替えの忘れてた。よし、初心者みたいなことしちゃった。よし、 OK、 これですね。さて、リシウムゲームということで、ということで、ルイさんガン見してた、ルイさんガン見してました、左の方で。さて、ではやっていきましょう。とんかつ食いてぇ、前回ね、一応今日昼間放送したんで、その続きからとなっております。ではね、よろしくお願いします。こちらのね、主人公の方、名前はちょっとよくわからないんですけどね、こちらの方がね、主人公、私自身でございます。なんかね、棒人間、役職はピザやりすぎじゃないかな、大丈夫かな。一応ね、今回ね、私の嫁はこんな感じじゃないんですけどね、なんかイメージとしてはなんかディタさんっぽいですよね。まあディタさんが本当にこういう感じの人かわかんないですけど、そうですね、まあ、4年間ぐらいですかね。っていうか DJ 自体はもう10年ぐらいやってます。皆さんが考えてる DJ は4年ぐらいですかね、うん、はい。ということで、カップ麺もいいぞということで、うん、まあカップ麺ぐらいならいいんじゃないですかね。まああれですね、私がやってたのはあの歌を歌う方なんですね。歌を歌うやつは10年ぐらいやってましたよ。はい、では行きましょう。一応ね、説明がてらここでちょっと遊んでいきましょうかね。
一応ねこれ上にねあそこに光る玉が見えますよね。あのね光る玉を取りに行きたいんですよね。I want to get orb ね、over there ね、わかります？オーブ見えますよね。皿を回す方の低俗なドジじゃないよね。違います。皿を回すのも十分ね楽しいですよ。それも私4年間ぐらいやってましたからね。さてではねちょっと、この技をねちょっと見てもらいましょう。これね実は影の中にね入ることができるんですね。セクシーやね。こういう感じででこの能力を使って、うん、そういうことをねやる人じゃないんですけど、グーテンアーベンということで、はい、ということで、グーテンアーベン、挨拶が終わってからの登場だ。皆さん、ヘイヨーということで、特殊部隊シュバルツェハーゼさんいらっしゃいませ。通称クロウサギ補佐官さんいらっしゃいませ。そして、66番さんいらっしゃいませ。ワコーツジャンルは何ですかということでね、ジャンルはね、アクションパズルって感じですかね。そして顔が、迷ってるから、配信助かりますわということで、67番さんいらっしゃいませ。わかりました、いいですよ。飛行機の添乗員だったので、いや違いますよ、そんな仕事してません。じゃあちょっとハンマー殴られてみましょうね。何が起きるかするとね、こういう風に、現実の世界に戻されちゃうって感じですね。じゃあもう一回行きましょう。まあ実はこう攻略が仕方が分かんないんですよね。実はねこれね多分この上に乗っかってで上のねあの応募を取りに行くんだと思うんですけど、どうやったらうまくいくのか分かんないんですよね。ジャンプで乗れないんですよねこの上にね。どうすればいいんでしょうね。え、パイロットだったの監督。いやパイロットでもないんですけどね。何を聞いてたんでしょうか。これでジャンプしてあの上まで上がれるかな。はい、ジャンプ OK、 いけた、いけたよ。で何の監督なの。いや監督っていうのはね私の元々の固定ハンドルネームだったんですね。私の彼はパイロットってなんかいいじゃないですか。 AV なんで AV 監督じゃないよ私。ああまあ落ちちゃった。もう皆さん会話のせいで。ああすごい飛んでた。なんかすごい飛んだ。ああ飛びすぎちゃった。ちょっと飛びすぎちゃった。ちょっと待って。ああ待って、やりすぎちゃった、やりすぎちゃったよ。ちょっとあ待って。ああちょっともう皆さんおこです。ちょっとせっかく今うまくいったのに出てきちゃったよ。もう一回です。やったね。やったねじゃないですよ。実はねあの現実世界の人間は影みたいにね表示されるんですね。それがこのゲームのねすごいところなんですよ。あ、また米のせいにした米のせいにしてすみませんでした。ちょっともう一回いきましょう。これね現実の世界にいる人たちは影で表示されるんですね。いやもうちょっとですよね。次かな。次でいきましょう。いくよ。あれダメか。うん、タイミングよくジャンプしないといけないんですよね。行き過ぎちゃった。でこう飛ぶ感じ。行きますよ。あ、これ放送途中で終わるやつですか。ダメだ。放送途中で終わらないと思うんだけどな。一応あの自動延長枠なんで、あの残り5分ぐらいになったら多分延長されますからね。大丈夫ですよ。ありがとうございます、お気遣いね。あれ難しいな。行く、よし、で、行く、よし、で、出る。で、ほら、これでね、現実世界に戻ると、こういうオーブをね、回収することができます。さて、まあ、基本的に動けるアクション要素はジャンプ、影に入る、で、ジャンプしながらね、右クリックを押すと、あ、本当ですか？もったいないですね。ということで、グッチーさんね、おやすみなさいませ。これ面白いですよ、すごい。ジャンプをしながら、右クリックを押すと、こういう風にね、ジャンプ中に移動ができるということで。一応、ここもね、上にオーブがありますんでね、あのオーブをどうやって取るかっていうのね、まあ一応、今日の昼間にもね、一応クリアはしたんですが、もう一回やってみましょう。睡眠時間がもったいないとか言うんじゃないよ。ね、悲しいです。じゃあ、ここに乗りましょう、まずね。頭の上に乗りましょう。で、行く。で、移動。ジャンプ。上に乗って。で、ジャンプ。あ、違う。ちょっと待って。まずい。あ、ちょっと待って。あかんあかん。もう一回ですね。すいません。もう一回これを出して。で、で、影に入って。で、乗る。よし、タイミングよく。ジャンプ。で、乗って。動く。OK。もう一個。で、OK。あ、行き過ぎちゃった。ちょっと行き過ぎはダメよ。ちょっと。
難しいですね。もう一回いきましょう。よし、まだ扱いきれてないんでしょうね、私がね。で、これに入って、違う、なんで出てきたの、入って、影に。で、この頭の上に乗っかる。で、今だ。ん？なになに？あ、影の伝説じゃないんですけど、まあなんですかね、影の中に入ることができるんですよね。で、もう一回乗りましょう。昼間ね、プレイしたとき、ここ一応クリアしたんですけど、ちょっとね、そのデータが消えてたみたいなんで、よいしょ、で、乗って、OK。で、出てきました。これで回収。OK。行きました。さて、どうやら次ね、直さないと。一応ね、ガチムチの人、今映ってましたけどね、昼間の放送でもね、説明の方したんですが、あと、私の放送のね、詳細にも書かせていただいたんですが、一応こちらの作品ね、今やってる、まあ違うんですよね。あ、そうか、そこら辺から説明しないといけないんですか。一応詳細のところにもね、書いたんですが、こちらの、今ね、映ってる主人公は、なんていうんですかね、本当のストーリーのね、メインの主人公じゃないんですね。メインの主人公はね、ディディというね、女の子なんですね。そのディディという女の子にはですね、劇場で歌姫をしている、お母さんと、あとサーカスを運営してるね、お父さんがいるんですね。そのサーカスを運営してるお父さんが何かね、商売で失敗してしまったようで、それを助けるためにね、こちらのサーカスにあるアミューズメント施設の方ね、修理をね、今手伝ってるところなんですね。で、その少女っていうのがね、今正面にいる女の子、ディディっていう女の子なんですね。うん。ではね、引き続きアミューズメント施設の方ね、直していきましょう。一つ目はね、ジェットコースターを直したんでね、次は何の施設なんでしょう、これね。劇場みたいですけどね、ちょっと行ってみましょう。一応英語なんでね、ある程度訳していきますけどね。プリンセスパペット。はい。あ、そうなんですね。あ、どうやらお父さん。あれ、なんか帽子がありますね。あれなんだろう。フィルザロールオブザなんとか出たな。プリンセス。じゃあちょっとね、帽子の方ね、ちょっとね、取りに行きましょう。この帽子が多分必要なんだと思います。これかな？あれ？何これ？あら、かぶっちゃったよ。大丈夫？なかなかいいですね。雰囲気はいいですけど、これダッサいな。まあ写真撮っておきました。かっこいい。かっこいいか？さて、こんな帽子かぶって大丈夫なんでしょうかね。一応ディディさんはここで見てるみたいですね。あ、後ろに何かある。これなんだろう。これはゲットできないのかな。じゃあ一応これ中央に行った方がいいのかな。行ってみました。ライオンでも倒せそう。あ、どうやら物語が始まりました。プリンセスが、お城に住んでいました。お父さんは、城の王様です。しかし不幸にも、この、王国はなんとかとか言ってますね。あれ、どうやって上に上がるんだろう。王がってなんだろう。どうやら王様が死んだ時に鬼と結婚しないといけなくなっちゃったの。おとげじゃないですよ、全然。おとげに見えます。さて、何か出てきましたよ。これ乗るのかな。乗れないぞ。ちょ、要はプレイヤーは夜中の妖精さんみたいな存在なんだね。わかった。これってリンボでしょ。リンボじゃないですよ、全然違う。あ、わかった、こういうことか。あれ、これどうやったらいけるんだろう。いけないですね。これ物語を楽しむだけか。うん、リンボっぽいですか。全然リンボと違うゲームなんですけどね。あ、次の話だ。これ先に進めるのかな。あ、進めますね。気をつけろ。よし、でジャンプ。なんか森に多分
鬼と結婚しないといけなくなって、今その鬼が住む多分森に来てるんじゃないかなって私は予想してます。本当のところはどうなのか分かりません。これ登れそうっすね。登った方がいいのかな。ダメだ、登れない。ジャンプ OK で、ジャンプよしで、合ってるのかな。鬼が出てくるのかな。どうやら川にたどり着いたみたいですね。あ、でもワニがいて大変だみたいなことが言ってますね。干潮通ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。これどうやって行くんだろう。行くのかな、こうやって行くのかな。やばい、沈んじゃう。わー、すいません、死んじゃいました。もう一回行きましょう。まず行く、で行く、ジャンプ、急げ、わーお、急げ、よし、OK。行きましたよ。さて、この森の先に何かあるんでしょうかね。なんだこれ。何これ、ピコンピコン言うてる。あ、出た出た。そうですね、ワニはよく出てきますね。なんかパペティアみたいな要素ですね。そうですね、パペティアっぽいって言えばそうかもしれませんけどね。あれ、これどうすりゃいいんだ。あれ、あ、出てきちゃった。出てきちゃダメじゃん。これはで、こういってどうやっていくんだろう。あ、一個押すのが多いのかな。こういうことかな。で、乗ってジャンプ。ダメだ。お、こういうことか。あ、なにこれ。ちょっと、刺さっちゃった。もう一回行こう。じゃあ、こういうことかな。で、多分これね、押す順番があるんだと思うんですよね。で、こうして、OK。で、行くでしょ。で、向こうに行く。よし、行けた。行きましょう。で、向こう行っても大丈夫？OK、行けた、行けた。あ、やばい、そろそろ来るよ。多分、オーガが来るよ。ジャイアントオーガって言ってる。大丈夫かな？森が、なんか、木がスナックみたいに。あ、出た！オーガ来た！大丈夫？これ大変なんじゃないかな、これ。どうしよう、どうやって逃げるんだ。これ倒せるのかな。あ、一回殴らせるんだ、わざと。わざと殴らせる。で、殴らした瞬間近づく。いける、いける。俺のビッグオーガも見てくれ。俺のビッグオーガ見たくないけどな。もう一回行きましょう。ちょっとあれ、どうやって倒すんだ。一回多分ね、殴らせるんだと思うんですよね。で、殴らせておいて近づける。違う、ああ、ちょっと待って。ちょっと待てよ、どうやって。あ、これ今だ、今がチャンス。あ、ダメだ、やばいよ。でも今なんか攻略の糸口が見えましたね。いや、マリオみたいに踏みつけるんじゃないみたいですよ。これで一回振らしておいて、もう一回振らせる。もう一回振るよ。もう一回振らして、振れ、来た。もう一回振れ、もう一回、押し来い。あれ、おかしいな。さっき一回ガタンってなったのにな。やばい、よし、ダメか。押し来い。あ、つえーな。ちょっと待って。どうやって行くんだこれ。 OK、 今だ、今チャンスで上に行く。で、切り株の上に行くんですけど、ここでね、間違っちゃいけない。来るよ。あー、でもこれで木が倒れてくるんだと思うんですけど、その木がね、倒れてきたやつに頭をぶつけるっていう設定なんだと思うんですよね。ここ、ここ。来い。はい、来た。で、上に乗る。乗る、乗る。で、行く。で、避ければいいんです。避ければいいんです。行きますよ。タイミングよく。来る。はい。で、倒れてくる。ちょっと待って。あかん、ちょっとこれ難しいよこれ。ちょっとよく理解ができん。
ちょっと待ってよ。まずここでしょ。予想できた。わら。ちょっと待ってよ。で、乗るでしょ。で、乗っていく。え、ナメプ？ナメプじゃないよ、これ。わかんないよ、これ。どうやるの？で、ジャンプ。で、来るでしょ。来るんだよ。あ、この間に逃げるんだ。あ、逃げるんだ。結構大変だ、これ。行きます。集中。監督、集中。OK。で、行く。乗る。こっち行く。行くよ。で、来るよ。はい、ジャンプ。うくそー。これは難しいですね。This is hard。 よし。よし、で、行く。で、ジャンプ。で、行く。向こう側に行く。で、こいつがね、こっちを撃ってくるんで。行きますよ。ジャンプ。お、で、行く。逃げる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 よー。助けてー。トゥイー。オッケー、オッケー。オッケー、倒した、倒した。危なかった、危なかった。よしよし。あ、フレッドが助けに来ました。フレッドは、あ、なるほど。うん。あ、どうやら、王女、プリンセス、お姫様を、助けるために今度は、フレッドっていうナイトが、今度はね、あれ止まった？止まった。ちょっと待って、止まってる。ちょっと待って、止まってる。オッケー、戻ってきましたよ。なんか止まりますね、最近ね。困ったものです。一回アカウント入り直した方がいいのかな。和骨寝ますということで、127番さんいらっしゃいませ。うん。じゃあ引き続きやってみましょう。どうやらね、こちらの、さっきのね、お姫様の隣にね、ナイトみたいなのが出てきたんですが、今度はね、そのナイトが、お姫様を救うために、大きなね、大きな、雲と戦ってくれると、ジャイアントスパイダーとね、戦うための旅に出たそうなんですが、うん、あ、フレッドの足跡をたどっていくと、そこには、洞窟がありました、みたいなことがありますね。うん。行きましょう。まるで学校の地下室みたいな場所ですみたいなこと言ってますね。で、行きますよ。今度は一匹目はね、鬼だったんですが、次はどうやら雲が出てくるみたいですよ。どんな敵なんでしょうか。ええ、わあ、めっちゃ、あ、ジャンプしないといけない。どうすればいいんだ。ジャンプで越えれるのかな。あ、ちょっとあれどうやって越えるの。なんか説明してるな。英語で説明してくれてる。そうですね。どうやらここを飛び越えるためにはすごいジャンプしないといけないよって出てますね。うん。I know.アンブレラ、アンブレラ。アンブレラ、傘を差す。傘がどっかにあるのかな。ちょっと傘を探そう。あ、あったあった、傘あった。出てきました。これを差していくんだ。よし、行こう。元に戻ろう。あ、で、辻褄を合わせるために、あ、OKOK、 じゃあ行ってみましょう。なんか解説の方も変わりましたね。さっきまでね、そこの、幼いお子さんね、どうやって飛ぶって、アンブレラそんなのあるわけないだろみたいなこと言ってたんですが、これね、今私自身がね、傘を取ったんで、そうそう、傘をね持って飛んだんだよみたいなこと言ってました。うん、面白い作品です。じゃあ飛んでみましょう。ジャンプ。あら、危ない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 。深く深くもごも、お、うん、深く深くに潜っていきましたみたいなこと言ってますね。ああ、うん、彼女は、はい、はい、ということで、もう一回行きましょう。行きましょう。不幸にも彼女は、竹に口刺しになりましたみたいなことをね、はい、言ってました。
まだ止まった？止まってないじゃん。うん、すいませんでした。よし、でジャンプ。オッケー。降りていきましょう。気をつけて。Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. で、降りていく。え、雲に食われてる。ちょっと。やばい、こっちじゃなかったかもしれん。今雲に食われとる人おったよ、右の方。ちょっとグロいのが見えたよ。あ、大丈夫かな、こっちで合ってんのかな。Finally, she landed softly. ちょっと下ろして。やばいやばい、捕まっちゃったって出てる。ちょっと待ってよ。あれあれ、あらあら、ちょっとちょっと、あ、出れた出れた。幸運にも、彼女はそのネットから逃げれました。あ、やばい、後ろから来た、助けて。危ない危ない危ない。わあ、ちょっとちょっとちょっと、あ、あー、わーわー、リンボじゃないよ、全然違うじゃん。リンボの方が相当難しいよ。リンボに悪いよそれ。うん、よし、で行く。よし、リンボの方が相当難しいと思いますけどね。でこっちでいいのかな。やばい、ジャンプ。わあ、え、傘？いや傘じゃないよな。あれどうやって上がるんだろう。どうやって行くんだろう、あれ。ちょっと考えよう。皆さん何かね、ちょっと意見があったらね、教えていただきたいですね、これね。で降りる。でジャンプ。違うな。ってことは、ん？左。左？やだ。あれか、あそこに隠れる感じ。行ってみようかな、じゃあやってみましょう。左の坂、ここかな。あー、正解ですね。岩使うのかな。そうみたいですね。行けましたよ。監督頭いいな。いや、皆さんの方が頭がいいです、教えていただきましたから。で、これどうすんの、大丈夫かな。よし、なんかこれも、あー、雲だった。岩だと思ったら雲だった。助けて助けて、危ないよ。わーほいわーほい、やばいやばい。おー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 、やばいやばい、雲が来てる、雲が来てる。やばいやばいやばい、急げ。やばいやばいやばい、雲が来た。助けて助けて、やばいやばいやばい、やばい系よこれ、やばいよこれ。登って登って、急いで急いで登って、あー落ちた。焦っちゃダメですね、すいませんでした。リンボに似てるのこれ。あら、捕まっちゃった。あ、わかったわかった、これで落とすんだ。オッケー、よし、倒したんじゃない。進んだ。すいました、すいました。オッケーオッケーオッケー。リンボ、ん、倒しましたよ。よし、で、で、あ、フレッド。まあ好きというか、ん、違いますよ。プアスパイダーって言ってます。よし。あ、大丈夫かな。あ、生きてた。いや、私が救ったんですけどね。皆さんこういうの好きじゃないんですか。うん、そうなんですね。なんか私はこういうの大好きなんですけどね。どうやらね、フレッドはね、今度はまた戦いに出かかったみたいですね。ということで監督、ということで川森さんいらっしゃいませ。また出かけたみたいですよ。うん、アウターフューデイズ。はい、行ってらっしゃいませ。She was worried about Fred. フレッドのことをが心配でしたみたいなこと言ってますね。また旅に出たみたいしまったみたいですね。フレッドさん、どうやら自分のね、そうみたいですね、勇気をね、見せるためにまた、フレッドは旅に出ましたみたいなこと言ってましたね。でもね、なんかそういうね、まあめんどくさいことに巻き込まれに行くフレッドさんのことを、実はね、このプリンセスの方ちょっと心配してるみたいですね。
どうやらドラゴンが住んでるマウンテンらしいですよ。But she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off. 行きましょう。彼女は勇気を振り絞って。なんかドンキホーテだな。そうですね。フレッドさんはちょっとドンキホーテみたいな感じがしますね。うわあ！ちょっと待って、ちょっと危ない危ない。びっくりしたな。先に進んでみましょう。こっちで合ってんのかな。ドン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 キー。ドン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 キー。そんなわけないでしょ。ちょっと待って。で、あれこれ何？あ、何これ？いけたいけた。おい、ちょっと待って。何これ？何これ？乗るの？乗る系？で、これで行く。よし。これは何？なんだろうあれ。え、何？揺れとるよ。うわあ！あー助けて、危ない危ない。よし先行こう先行こう。逃げて逃げて、急いで急いで。あれ、あ、上から降ってきてるんだ。よかった、ここなら大丈夫。だいぶ進んできましたけどね。ドラゴンがいる。やばい、フレッドまだ捕まってる。ちょっとフレッド、何しとるの。ちょっとフレッドさん、ちょこいつ、やばい、なんか見えた、なんか見えた、やばい気がする、やばいもんが見えた。ちょっと何かいました今。ちょっと大丈夫、行くか、行こう。 She taunted the dragon until it、 やばい、おお、あ、わかったわかったわかったよ。今のヒント出ましたね。どうやらね、炎であのフレッドの紐を切ってもらうみたいですね。やりましょう、来ますよ。はい、来るよ。あら、よし、フレッドの紐が1本切れた。あと2本だ。これ倒せないんだろうな、多分。倒せないからこうやって逃げ続ければいいんじゃないかな。よしよし、あと1本。フレッド昇進多殺。いや、危ない。ああ、もう逃げるの遅れちゃった。もう一回行きます。いや、フレッド燃えてる。フレッド焼けてるだろう。いや、ちょっと焼けてるように見えますけどね。あと1本のとこからだ。よし、行こう。来るよ。こんがり。オッケー。ロープが焼けました。そしてフレッドは生き返りました。よかったよかった、こんがり。いや、本当ならそうなんですけどね。いや、フレッド戻ってきましたよ。いや、だいぶはしょりましたけどね。どうやらフレッドを連れて帰りましたよと言ってるみたいですね、あ、また他にもいろんな旅があったんですが、それはまた別の話みたいな感じで物語終わりました。イエーイイエーイっつってますよ。大喜びですよ、ディディさん。うん、リペアザラストア、そう、これね、アトラクションをね、直しに行くっていうのがね、さ、なんていうんですかね、今のミッションなんですが、これが2つ目の、どうやらアトラクションだったみたいですよ。これ短いのか、うん、いや、これね、そうですね、だいたい今ね、2時間半プレイしたところでだいたい3分の1ぐらいですかね。なので多分6時間7時間ぐらいプレイしたら多分全クリしちゃうんじゃないかな。ということで、コレラインということで、コララインということで、174番さんいらっしゃいます。うん、ただいまコントラストっていうね、アクションゲームの方やっております。非常に面白いゲームですね。こちらの少女ね、目の前にいるのがディディという女の子なんですかね。まあ詳しくはね、放送の詳細のところに書いてあるんでね、ぜひ読んでみてください。うん、また休憩の時にね、質問してくださったらね、また、こちらの話もう一回ね、最初からストーリーの展開の方ね、説明させていただこうと思います。さて、次はどこに行けばいいんでしょうね。これね、実は普通のね、街のように見えるんですが、実はこの世界自体ね、なんかね、おかしい世界なんですね。ヒットマンはコントラクトね、コントラストじゃないですよ。リアルに間違ってるんだったらちょっと恥ずかしいですけどね。さて、実はね、こちらの世界、普通のね、あの世界に見えるんですが、これね、見てください。実はね、ここなんか街自体がね、崩れちゃってるんですよね。うん、椅子が飛んでたりとかね。恥ずかしい。うん、恥ずかしいということで、恥ずかしからないでください。さて、見えるでしょうか。まあ、ここら辺はなんか監督はこつということで、178番さんいらっしゃいませ。なんかバイオショックみたいな雰囲気がちょっと出てますよね。こういうね、空中に浮いてるなんていうのがね。まあこういうね、ちょっと不思議な世界観なんですよね。
これ世界自体がもしかしたら夢なのかななんて思ったりもするんですけど。監督卑猥、うん、監督卑猥ということで、何なんか卑猥なこと言いました？うん、すいません、卑猥なこと言ってしまったんだね。じゃあ最後のアトラクションってのは何なんでしょうね。ジェットコースターと、あと先ほどの紙芝居風のね劇、あともう一個何なんでしょうね。行ってみましょう。あ、メリーゴーランドかな。ブブブブブということで、メリーゴーランドみたいですよ。最後はいいですね。遊園地みたいですね、このサーカスね。Look, there's the balloon. あ、バルーン、気球が飛んでる。誰も、それを捕まえることできないわみたいなこと言ってますね。あ、これのことを言うみたいですね。イルミネーション、あ、このイルミネーションがつくようにしたら、素晴らしいことができるんじゃないかなって思うわみたいなこと言ってますね。さて、じゃあちょっとねこれスイッチ押してみましょう。よいしょ。あれ、あ、ついたついた。で、I think I can turn this on。 あ、上になんかありますね。大空を舞う鳥と同じようにね。あ、そういう風に言ってたんですね。すいません、訳していただいてね、ありがとうございます。でもこのかん、これなんか斜めってるけどな。イエハー言ってますね。いいですね、これ見えますか。すごいいい雰囲気ですよ。ちょっと私も乗りたいな。嘘翻訳、マジか。ちょっと本当かと思っちゃった。ちょっとこっち中に行ってね、光が当たるとこでいい感じですね。じゃあ写真撮っておきましょう。三角木馬、三角木馬とかちょっとエッチなこと言わないでください。よし、で OK、 いいのが撮れた。後ろにディディが写ってるやつ撮れたよ。よし、じゃあねちょっとこちらの攻略の方していきましょう。うふう、イエーイ言うてますね。ということで、三角木馬ということで184番さんいらっしゃいませ。そして、ふうやーということでサボテンさんもいらっしゃいます。さて、どこから行けばいいんでしょうね。こっちかな。あ、影に入り込みました。これでやばい、潰れちゃう。どこから入ればいいんだろう。ここかな、違うな。どこから行けばいいんでしょうね。一番いい場所が見つからないな。ここかな、こっから入るのがいいのかな。こうやってね、影の中に入ることができるんですね。ちょ待てよ、ダメだ、こっちに行ったら挟まれちゃう。で、行って、違う、違う、じゃあダメダメ、違う違う違う、あれこれどうやって行くんだろう。どこかにね、多分ね、上に登れる仕掛けみたいなのがあるんですよね。ここら辺かな。あ、ここっぽいな。よし、ニューアビリティ、そうそうそう、それ知ってるよ私ね。じゃあ行こう。で、入りました。で、ここここ、はい、オッケー、乗って、で、ジャンプで、乗っていくんじゃないかな。あ、ごめんごめん、ディディちゃん踏んじゃった。で、で、ジャンプ、あ、移動しすぎ、あかんあかん、行き過ぎちゃった、あかん、元に戻っちゃった。うん、これちょっとタイミングよく行かないとダメだな。よし、で、行く、で、ジャンプ、で、行く、多分これで登っていくんじゃないかな。オッケーオッケー、まずここでこれをゲットしよう。よし、イルミネーションをゲットしました。この奥にどうやって行くんだろうな。一応ね、あの多分屋根の上についてか、こちらの、これ観覧車じゃなくてメリーゴーランド、メリーゴーランドのてっぺんについてるね、あの光ってるやつ、あれにねタッチに行かないといけないんですけど、どうやって行けばいいんだろうな。とりあえずこの奥に行けば、行かないといけないのかな。真反対から行けるんじゃ。真反対？でもあそこ正面にね隙間があるんで壁がつながってないんですよね。こうかな。じゃあやってみましょうかね。ちょっと私が思ったことやってみましょう。で、入る、で、移動、オッケーオッケー、ここまでオッケー、行けるみたい。で、ジャンプ、で、ジャンプ、オッケー、ジャンプ、で、ジャンプ、やばい、落ちちゃダメ、あー落ちちゃった。もうファミコンみたいなアクション要素で面白いね。ファミコンかな。うん、ファミコンってこんな感じ。
まあなんていうんですかね、まあ基本的に 3D の世界でねアクションがあるんですよね。でパズルを解くためにその影に入ってみたりとかしてね、そういう感じでクリアの方ができます。でそんなに皆さん好きじゃないのかな、ちょっと残念ですね。皆さんがあんまり評価の方が低いみたいで、すごい面白い作品だと思うんですけどね。でこう言ってライト動かないの、ライトをね動かすっていうね作戦も取れるんですけど、どうやらここではそういうことは使わないみたいですね。で行く、で乗って、上に乗る、上に乗って、ジャンプダメ、いやーなんで落ちちゃったんだ。でもう一回行こう、で影に入って、で乗る、で行く、で移動してジャンプ、次で行こう、よし、でここでジャンプ、オッケー乗った、で一回元の世界に戻って、でジャンプ、でも影のパートは右だから、うん、でもねあの影のパート以外のアクション要素もあるんですね。なんですかね、 3D で移動できないところに 2D で行ったり、 2D で移動できないときは 3D で行ったりとか、そういった要素があるんですね。まあまあやっていけばわかると思います。そういうシーンが多分来ると思うんでね。今はねちょっとこの 2D パートが多くなってるんですけど、 2D パートだけじゃないということでね。ジャンプオンディスって言ってますね。あ、ここか、ありがとう。あ、少女が助けてくれてます。ディディさんがね棒切れを上げてね。でこっち行く、であとはあのバルーンのとこに行けばいいんだな、中央のメリーゴーランドの屋根のところ。 OK、 でこれで一つゲットした。あとはこっちに飛べばいいのかな、行け、よし行けた。でこれを押します。オッケー。あ、どうやら気球に乗りたいって言ってるみたいですね。リーチザルーフトップス、屋根の上に行けって言ってますね。あそこの屋根の上までどうやって行けばいいんだろう。あ、新たにねあの光に映し出される感じで、どうやらね影がまた出てきました。あの星型のやつですね、あれを使って上に上がれってことなんでしょうね。難しいなぁ、どこから行けばいいんだろう。普通に乗っていくだけじゃダメっぽいな。ドアップ怖い。ドアップはちょっと怖いですね。確かに迫力満点です。じゃあジャンプしてもう一回下から行くのかな。ここから行くっぽいですね。入って影に、でこっちで合ってるかな。あ、やばい、あ、出ちゃった。監督、はい、面白そうに見えるね。いやこれ面白いっすよ、すごい。さっきからだって夢中になってますからね。まあちょっとね皆さんでこのなんていうんですかね、まあ昼間放送した時はねあんまり人がいなかったんで、出ちゃった。これはもう少し多くの人に知ってもらいたいなと思ってね、枠の方取り直したというか、うん、そんな感じです。さてじゃあ行きましょう。やっぱこういうねゲーム、インディーズデベロッパーで作ってる作品でこういう作品って本当に少ないんで、うん、できればまあねちょっと皆さんで楽しんでもらいたいなと思ってた次第でございます。一回あそこで出て待機すりゃいいんじゃ。そうですね、多分そうだと思います。でここで出る、で待機して、でこの上に上がっていく感じで進んでいくような気がするんだけどな。あそこから行くのかな。まあもう一回入ってみましょう。じゃあね、で乗る、これに乗る、でやばいやばい来ちゃった、あやばい、おあやばい、あー焦っちゃダメじゃん、焦ったらいつもダメじゃん。よしで戻る、でジャンプして、で行く、で入って、影に入る、影に入るよ、でロケットに乗ろう、ロケットが一番です。で何事、でジャンプ、オッケー、よしよし、流れ星の時に行けるよ。よし、いいですね、いいですね、やばい、あ、やばい、あ、流れ星の時に行けるのかな。もう一回行ってみましょう。じゃあね、難しいですね、いろいろ正面からも来るんでね。よし、まずはこれに乗って上に上がって、慎重に、あ、やばい、もう押されちゃった。じゃあもう一回チャレンジしましょう。
でも音楽もすごいいいですよねこれね。で行く、でジャンプして出る、でオッケー、で流れ星の時に行く、じゃあここかな、でジャンプで移動、オッケー行きましょう、来るよジャンプ、あオッケー、あなんか知らんけど乗っちゃった、ここになんか知らんけどうまく乗れたよ、でスペーストゥプルアップフロムアーレグレッジ、何これ、あここに捕まることができるよって出てるみたいですね。よしで30分延長しました、でジャンプ捕まって捕まって、オッケーでジャンプ、よしよし登れました登れました、艦長ということでありがとうございます園長との方ね。さて、で次はこっちか、まだまだ先は長そうだな、大変だこりゃ、でここから影に入ればいいのかな、で行きましょう、これは危険なんでこうやって行くのかな、でオッケーこっちに入って元に戻る、オッケーオッケー来ましたよ、だいぶ先に進みました、これは普通にジャンプして越えるのかな、やばいジャンプ危ない、びっくりした、はまったかと思った、屋根と屋根の間にびっくりさせるなこいつら本当に。まあそれがやっぱねうまい作りなんでしょうかね、よくわかりませんけど、さてでは行きましょう、これはどうやって行くのかな、あこのまま進めば、あたどり着けそうですね、行きましょう、このね星がのマークのやつとかに気をつけながら行き、あやばいこれどうやって行くんだろう、大変だ、来てる来てる来てる、ジャンプ OK で行く、で元にも世界に戻る、アンタングルバルーン、どうやらあのバルーンのとこにたどり着けみたいなこと言ってますね、さて 3D 部分ですよここからはね、あー何か隠されてるアイテムとかないのかな、あありますね、何かありますね、これ何でしょう、なんかを回収したみたいですね、なんかの実績が解除されました、よしじゃあこの階段を登っていけばいいのかな、うわすごいいい景色、見て見て皆さんサーカスが一望できるよ上から、でもすごい高いからちょっと怖いですね、いいシーンじゃないですかこれ、でいいですね、タマヒュンですよ、私もちょっと高所恐怖症なところあるんで、まあそこまでひどくはないんですけど、ちょっとねそういうの怖いっていう部分があるんでね、ちょっとビビっております、さて行きましょう、ああそこまたなんかアイテムがあるみたいよ、拾っとこう、ダッシュジャンプ落下、オッケー取れたみたいですね、降りてきた降りてきた、いつかその技教えてよって言ってますね、さて、アクト2の方に入ってきました、うん、ザスタッフダットメイドなんとかってますね、ゲットトゥーザなんて出た、ゲットトゥーザサーカステント、サーカスのテントに戻ろうぜって言ってますね、じゃあ次のミッションの方にね行きましょう、まあサーカスのテントに戻るだけなんでこれ普通に行けばいいのかな、こっちがサーカスのテントだったはずなんでね、戻りましょう、なんかまだ行ってないとこありそうだな、ないのかな、大丈夫かな、まあ大丈夫でしょう、結構アイテムもゲットしたんでね、よしでこっちがサーカスのテントなんで、ね、戻ってみましょう、お父さんねちょっと変な人たちからお金借りてるみたいなんでね、そこはちょっと心配ですけどね、あどうやらサーカスの方始まってるみたいですね、あこれはもしかして何か、あヴィンテンゾ、あ和骨ただいまということでヤギさんいらっしゃいませ、ヘンリーっていうのはね父親の名前です、うん、My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. Provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide
このね右側にいるのがね、ヴィンゼンゾっていうね、この魔術師の方が大人気なんで、リリのお父さんのね、ヘンリーさんは、なんていうんですかね、大枚をはたいてね、こちらの方をね、このサーカス誘ったっていう感じですね。でもどうやら意見が合ってないみたいですね。ヴィンゼンゾと喋ってみるって言ってますね。さてどうやらアクト2が終わったのかな、これで。次はどうヴィンゼンゾに会いに行く感じなんでしょうかね。ヘイ、アクト3に入ってきました。ターンは、ブラインドアイ。どういうことだ、閉じた目を開けてみたいな感じなんでしょうかね。わかりませんけど、多分そんな意味ないような気がします。ヴィンゼンゾーズゴーイングトゥヒズなんとかって出てますね。どうやらヴィンゼンゾーの家の方に来てるみたいですね。フォローディディということで、ディディさんね、追いかけていきましょう。何なんですかこの生めかしい歩き方は。素晴らしいですね。よし、ヴィンゼンゾー、あなた知ってるの、ヴィンゼンゾー世界中を旅してるのみたいなこと言ってますね。雰囲気があるポスターですね。ちょっと辺りを見渡して何かアイテムが落ちてないか見てみましょうかね。ないみたいですね。じゃあついていきましょう。あれ、これゴミ箱とかあるけど、これゴミ箱とか入れんのかな。なんか雰囲気ね、雰囲気、雰囲気って言ってますけどね、すいません。よし、で、あら、いいですね。よし、じゃあ行きましょう。わらわら、Now we go this way.ケンナオコ、もうという雰囲気ということで208番さんいらっしゃいます。ケンナオコっぽい感じの顔つきになってますけどね。決まったーと思ってね、箱のあのゴミ箱の中にスポット入るかと思ったらね、上に立っちゃいました。さてどこ行った、ディディは。こっちかな、あこっちっぽいな。ヴィンゼンゾ、ヴィンセンゾ、ヴィンセンゾって書いてあるんだな。ヴィンセンゾザマジシャンって書いてありますね。さてどんなね魔法みたいなトリックが出てくるんでしょうかね。ちょっとあたりを見渡してね、何か拾えるアイテムはないかなと今探索のをしております。こっちは後から来そうですけどね。あ、アイテムがありますね、拾っときましょう。あ、そうか、アクト3に新しく入ったからまた1から集め直しですね。あ、これとかもなんか怪しいな、猫の形をした彫刻がありますね。怪しい。ん、また何かありますね。マジックは科学の結晶だ。あ、銃の形が書いてある。どこ？あ、出てきた。こっちかな？行きましょう。ダメだ。ちょっと乗らして。あら、キスすんの？ちょっと待って。キスすんのいいんだけど。ちょっと向こうに行かして。ジャンプ。ダメだ。足りない。I promise とか言ってるけど。ああダメだ、間に合わなかった。もう一回行こう。でジャンプ乗る。こっちかな。よし、でジャンプ、ジャンプ乗れない。ちげえ、ちょっとちげえ。頭に乗ってる、面白い。そうですね、まあそういうのがね楽しむ感じなんですよね、結構ね。もう一回最初からやってくれないかな。ちょっと待って、止まってる。了解。下止む。はい、 OK です。戻ってきましたよ皆さん、大丈夫ですか。よし、ショックのあまりちょっと待って、止まってるということで216番さんいらっしゃいます。大豊作、ちょっと待って、止まってる。うん、そうっすね、最近ちょっと多いですよね。よし、で入る、で行く。多分ここまでは正解のはずなんですよね。で、こう、で、あ、違う、ここだ、ここで乗り換えるのかな。で、乗る、で、ジャンプ、ダメだ、素通りしちゃう。足りないな、高さが、高さが足りないな。どうすりゃいいんだろう。私は言葉ではなくて、あなたの確証が欲しいのよ。あ、みたいなこと言ってたんですかね。こっちかな。
嘘だよ。こっちに行くのかな。で、もう一回影に入って。で、ジャンプ。ジャンプ。でもなんかそれっぽいこと言ってそうですよ。あ、行けた行けた。ジャンプ。オッケー、登れました。オッケー。で、こっちに行けそうっすね。やりましたよ。で、ジャンプ？こっちかな。下にもなんか落ちてる。じゃあ下に降りた方がいいのかな。オッケー、三つ目ゲット。でもなんかこれ後から行くところっぽいな。まずはヴィンゼンゾのマジックを見に行かないといけないような気がするぞ。あ、でも4つともあっちゃった。ありましたね。4つ揃えちゃった。先に。オッケー、全部揃えました。多分ヴィンゼンゾのね、マジックはね、この下でやってんのかな。ちょっと元の場所に戻りましょう。先に進んじゃった気がする。ディディも多分ね、向こうで待ってるんでね、戻りましょう。でもこのステージでね、ゲットするべき。いやー、用なしじゃないですけど、でもヴィンゼンゾさんに会う前に4つともね、ゲットできるんですね。回収できちゃうんですね。あれ、何これ、あれ、え、あら、これ絶対怪しいですね。後から来そうですけどね、ここね、この建物怪しすぎる。まあこれは今はね、行けないみたいなんで、ちょっとこっち行きましょう。これですね、ヴィンゼンゾのねマジックショー、ここかな、行ってみましょう。あ、あそこにいますね、ディディがね待ってくれてたみたいなんで、行きましょう。あ、話しかけてるみたいですね。あそこ影が出てるのが、あれがヴィンゼンゾかな。ディディさんはね、なんかこのヴィンゼンゾが本当のお父さんなんじゃないかなと思ってるみたいなんですよね。まあ行ってみましょう。Excuse me, mister. はい。Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is?あ、ヴィンゼンゾのワークショップはここかなって。これ違いますね、ヴィンゼンゾさんじゃないですね。うん、クロックタワーのすぐそばだよって言ってますね。どうやらクロックタワーって、まあ時計塔の、すぐそばにヴィンゼンゾさんはいるよみたいなことを言ってますね。よし、じゃあ行きましょう。追いかけましょう、ディディさんをね。そして世界は壊れ始めたと、ベーコンチヌエド、うん、そんなこと言ってないような気がする。それは私分かりましたけどね。時計とこれかな、この施設みたいですね。